正面にございます生け花は華道部師範がオンシジウム希望の光、桜日本の心、百合凛とした姿と思いを込めて生けてくださいました。ただいまより令和元年度國學院大學久我山高等学校第71回卒業式を挙行いたします。右は本校所定の課程を卒業したことを称する。令和2年2月28日國學院大学久我山高等学校長3人にわたる学業において他の班となる努力を重ね6カ年間解禁につきこれを称する。3カ年間解禁につきこれを称する。他の模範として優秀な成績を収められました。人格の錬成に努め、スポーツ活動にも率先精励して、文化活動に率先精励し他の模範となりました。しきり本日の卒業式は例年とは違う形式での実施となりました。校長として卒業生一人一人の顔を見ながら卒業証書を渡す機会が失われたこと、大変残念でなりません。しかし形は変わったとはいえ卒業式を行うことができましたことを嬉しく思います。今日の日の卒業は君たちの努力、精進の賜物であることはもちろんですが、君たちと共に歩み支えてくださった方々の存在を忘れず、感謝の気持ちを抱いてくれれば幸いです。また日本の伝統文化に触れる体験も重ねてきました。今日巣立っていく君たちは国際人となるための下地を十分に身につけていると思います。日本の未来に向かって存分に働いてください。最後に卒業する君たちに助言を一つ、外見は大切にしなさい。そして何より5分前の精神は必ず君たちの力になります。私学國學院大学久我山高等学校はこれからも君たちの心の拠り所、身の拠り所です。掃除。冬の寒さも和らぎ、梅の花もほころぶ季節となりました。本日3年生の皆様が晴れて國學院大学久我山高等学校をご卒業されますこと、在校生一同心からお祝い申し上げます。先輩方はこれからそれぞれの道に進まれるわけですが、前途には素晴らしい道が待ち受けているとともに、その道は決して平坦なものばかりではないと思われます。しかし久我山で培った力をもとに困難にも立ち向かって行かれる先輩方の姿は想像するに難くありません。当時肌寒かった冬も終わり、新たな春を迎える時期となりました。今会場に全校生徒や保護者の方々がいないことを少し寂しくも思いますが、それでも全国の一部の高校が卒業式中止の判断を下している難しい状況の中で、私たちに一生の思い出を与えてくださったことをとても嬉しく思います。この3年間思い返せば様々なことがありました。全校生徒でまとまり大いに盛り上げた久我山祭や、学連が一つとなり優勝を目指し戦った体育祭など、多くの経験が私たちの久我山生活を彩ってくれました。サッカー部や陸上部、バスケットボール部に野球部が久我山だけでなく東京を背負い全国の強豪と戦う姿は、私たちに大きな興奮と愛好心を感じさせてくれました。この3年間久我山で培った知識、経験、礼節はただ社会に追従するために得たものでは決してありません。私たちが社会の困難に挑むためにこそ得たものです。今日この日から久我山の卒業生として恥じぬ生き方、挑戦をし続けていくことをここに誓います。あれかすもの開きよらありがとうございます。